女子テニスの木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス2024日本大阪森田テニスセンターうつぼ、ハード WTA250 は16日ダブルス準々決勝が行われ第3シードの柴原エナエルシゲムンドドイツグミガエスサンタマリアアメリカタンチエンフイ中国グミオニロク6の3 10対7の逆転で下しベスト4進出を果たした柴原とシゲムンドは今大会1回戦でエスマレーシャランイギリス E シルバーイギリス海をフルセットで下し準々決勝に駒を進めたこの日の準々決勝の第1セット柴原とシゲムンドは2の2で迎えた第5ゲームから4ゲームを連取され先行されるしかし 続く第2セットでは逆に2-3で迎えた第6ゲームから一気に4ゲームを連取し1セットオールに追いつく。10ポイントマッチのタイブレイクで争われるファイナルセット。柴原とシゲムンドは相手に4度のミニブレイクを許すも、これを上回る5度のミニブレイクを果たし、1時間28分の熱戦を制した。試合後の会見で柴原は準々決勝を振り返った。 結構相手が調子良くていいプレーが続いてて、自分自身のテニスはそこまであまり良くなかったんですけど、でも頑張ってどうにかして勝とうとしながら自分に集中して、サーブとリターンは絶対に良くしていかないといけないなって思っていました。会見ではシゲムンドとのコンビネーションについても言及した。コミュニケーションはよく取れています。結構リードしてくれていて、すごい話しやすい選手です。 全体的にシゲムンド選手は結構ストロークもいかつくて、ボレーもちゃんといいプレイスメントとタッチがあるので、オールランドの中でいいポイントが作れている感じがします。柴原は今大会、シングルスの予選も含めこれが5試合目、そのうち4試合がフルセットマッチとなっている中、体の状態については、ちょっと痛みは出てきていますけど、もうシーズンも終わるのでワンモアプッシュな感じです。 そこまでひどくないですし、全然耐えられる感じなので大丈夫だと思います。と述べた。勝利した柴原とシゲムンドは準決勝でワイルドカード、主催者推薦、で出場している日々のなお、二宮誠組と A モラテリ、イタリア、A シスコバ、チェコ、ペアのどちらかと対戦する。